しぶりだな。昔と変わらんな、お前は。そういう貴様はすっかり朦朧したな。じいさん誰と話してた？おそらくゴーさんだ。ゴーさんってジュニアさんの親父さん？邪魔をするなら、やれるもんならやってみろ。じいさんやる気かよ。この番組はキングレコード、スクウェアエニックスの提供でお送りします。あんで、もう見ちゃいなくてよ。よく見ろ。あのおじいさん一発も食らってない。あのじいさんただ者ではない。私が必ず取りたい。だけどそういうことも私に任せろ。お前は城之助を連れてこの町を離れるんだ。武が来るまで身を隠し、決して見つかってはならん。シジマル、ジョーさん助けて。シジマル、ここはこらえろ。ジョーさん、しっかりしてください。頼むぜ。これでいい。私の意のままに操れるのだ。こいつを全国にばらまくつもりか。すでに準備は整っている。あとは邪魔者を始末するのに。獅子丸と丈之助のことだな。丈之助はもう使い物にならん。獅子丸とかいうやつは世俗の汚れが強すぎて使う気にはならん。
そこで相談だが、私と手を組まんか、あの頃のように私に力を貸さんか。お前が欲しいのはこの金サチと銀サチだけだろう。いずれ会おう。待ってるぞ。てめえ自分の立場分かってんのかよ。でもなんでそんな格好してんの。パパの仕事を邪魔されて怒られるからな。それより金玉はどうした。金玉は私の。いや金玉じゃねえよ、金サチだよ。お姉ちゃんなんで出ないんだろう。うわ、どうしたの。大丈夫おじいちゃん。金サチを横取りしたのはそのシシトラっていうパパの部下なんだね。多分そう見た。パパの部下なんだ。パパ、なんで。なんで頭、もうすぐ着きますから、まだ寝ててください。おじいさんがネオ歌舞伎町離れろとか言ったんですよ。覚えてません。でも俺他に知ってる街なんてねえし。でなんかこういう時ってなんとなく港の倉庫みたいなイメージじゃないですか。逃亡者って感じでかっちょよくないですか。ほらこういう風に卓にとかしちゃって。えああ、あ、あ、思い出した。ノボコップ、確かあの映画でこんなシーンありましたよ。ジョーさん見たく敵にやられてボロボロになったロボコップをかくまうんすよ。ロボ、なんだ。こんなやつっすよ。ウィーグシャ、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 ボババババババ、ゲンゲンゲン、ピシュ、ウィー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 、ジュイ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 、人工艦発射、ボババ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 。で、これは嘘。やった、ジョーさんに受けた、やった。ふざけるな。いくぞ、痛い、痛い、いくぞ、いくぞ、いくぞ。俺はそんなの出ねえ。ふざけるな、いくぞ。ジンキャンゴーババ。家臣こじ、私に力を貸せば捨て我ら。金サチ、銀サチを探し求めた。あの頃のように。お前らがこの手当て。マスターと二人でね。すまない。どれ。そんな体で動けるわけないじゃん。気にしなくていいよ。どうせお客さん来ないもんね。
だからゆっくり休んでいきなよ。ね。すまん。メール来てないや。姉ちゃんどうしたんだろう。姉ちゃんこれか。まだ店開店前なんだよ。勝手に入ってくんじゃねえよ。ブースブース兄よあんた開店前が何よ。私たちビップなんだから、そんな今から店開けなさいよ。ビップ？お前らがビップ？そうよ、うん、お前ピックだな、どっちかっつったらな。何うまいこと言ってんの。何あんたも笑ってんだよ。なあそうだよな、こっち何笑ってんピックな。何一つになってんのあんたたち。サゴジョウと豚、あと猿がいたらおさくちゃん言ってな。おさくちゃん、え、日村さん、あんた何このところでホストなんかやってんのよ。何なんだこれ、何これ、どういうことよ。ねえやり直そう。え、ね、もう一回やり直そう。やだよ。やり直せるでしょうよ。やり直せるでしょうよ。何、俺もどういうこと、どういうことね、どういうこと。いや、あのね、私たちはね、5年前の2006年までね、お笑いやってたのよ、お笑い。またちょっとね、ブレイクってところで解散しちゃったのよ。なんで解散したのよ。あのね、私ね、私ね、おさむちゃんのことをね、好きすぎるあまりね、好きすぎるあまりさ、ね、性転換しちゃったのよ。そしたらおさむちゃん、あなた逃げちゃったんじゃないのよ。おさむちゃんよ。できないでしょ、こんな感じになっちゃったら。できるよ、おさむちゃん。なんでおさむちゃんって言うなよ、日村さん。何してんだよ。気持ち受け入れてあげなさいよ。ここまでやってるんだよ、答えてあげなよ。やろうよね。なんできないよ、そんな。できるよ、やろうよ。やれるでしょ、おさむちゃん。やれないよ。わかった、結局男っていうのはね、体なの。体預けちゃいなさいよ。脱いちゃいなさいよ、ほら。今ここでやっちゃいなよ。今脱いちゃいなさい、ほらほら。ね、見て、よく見て。ね、生まれ変わったの。生まれ変わったら、ね、で出てるじゃないかよ、ここよ。ほら、もう帰ってくれよ。何やってんだよ。パパ、パパ、パパいない、パパいない、パパ離してよ。パパ離してよ。化け物。化け物じゃない、僕のパパだよ。何やってんのパパ。新たな戦略の地に、この赤青をネオ歌舞伎町から全国に広めるのだ。お前も忙しくなる。もうやめよ、そんなこと。僕ね、結婚するんだ。この人と結婚するんだよ。は？僕さ、やっと分かったんだ。パパは僕のこと何の期待もしてないでしょ。でも僕だってさ、ジョノスケみたいに変身してさ、悪いやついっぱいつけてさ、パパに褒めてほしかったよ。でもそんな素質ないんでしょ、ね、ここ見てほら、パパの目みたいになったよ。でもさ、こんなことしかできないしさ、選ばれし者じゃないんでしょ僕は。でもさ、やっぱり変身したみたいだったんだよ。でもできなかったよ。でもね、パパ、やっとわかったんだ。僕にできる変身がやっとわかったんだよ。肩になるんだ。子供を産んでさ、ねえ、子供何人ぐらい作ろうか。野球チーム作るぐらい。いや足りないな、オーケストラできるぐらい作ろう。ねえ、おっぱいこんなに大きいしさ、ミルクいっぱい出るでしょ。いっぱい育ててさ、大家族作ろう。ねえ、ねえ、そうしよう。うるかぬ、うせよ。でもいらないな、こんな変なおじいちゃん。いらない、死んで、死んでよパパ、死んでよ、死ねよ、死ね、死ね、死ね。
愛してるよ。女のことか。ウィス、あれなんで黙っちゃったんですか。知らないんだ。は？俺はまだ女を知らん。それってまさか童貞ってことっすか。悪いか。そっか、それでそうちゃんとキスしたぐらいでスイッチやっちゃったんすね。でもそれまずいっすよ。沙織ちゃんがジョーさんがチェリーボーイだってことを知ったらきっとドン引きっすよ。それは困る。ですよね。よし、ジョーさん、俺に任せてくださいよ。今のゴタゴタが終わったら俺がソープに連れてあげますから、そこでバッチリ筆下ろしして男に磨きをかけてから沙織ちゃんにドーンとアタックしましょうよ。いや、しかし。あ、大丈夫っす。もういい子紹介しますから、あの抜き太郎って店によっちゃんつうの見て、その子が手取り足取り全部教えてくれますから。本当か。はい。代わりに俺は何をすればいい。それってもしかしてお返しってことっすか。まあな。ジョーさんが俺に。なんかすげえな。決めた。ん？俺はお前をもっと強くして。本当に？約束する。じゃあ俺もソープに連れてくの約束します。痛いですよ、ジョーさん。もうこんな風に女の子触ったらダメですよ。おっぱい潰れちゃいますから、もうね。ああ、よかった、生きて帰れて。おじいちゃん、ありがとね。なんなの、その格好。いろいろあったのよ。ほんと生きた心地しなかった。借金の取り立て。え、あんた知ってたの。バレバレだよ。聞いて、あの借金はね、ホストに貢ぐために借りたんでしょ。昔はひどかったもんね。ホストクラブにはまりまくっちゃって、一晩で200万も使ってりゃそりゃ闇金にも走るわ。本当にしょうがないな。もう私が返済計画立ててあげるから、これからは二人で頑張ろうよ。ありがとう。もうホストクラブに行かないね。もうお姉ちゃん泣かないの。車とか貢いだりしないから。悪いがこいつを頼む。ん？時が来たら島田と丈之助にこいつを渡してやってくれ。こちらを。世話になった。シマルたちに渡せって言われても。やっぱりこれあのおじいちゃんに返した方がいいんじゃないの。あの人はもう帰ってこない。え、あの人は死ぬ気だ。あ、シマルだ。ジョルスケ、後を頼む。おい、外にムカムカ。
もしもし、シシマル、どこにいんの？そいつは今は言えねえ。俺たちは逃亡してるんだ。何でもいいから教えてよ。金札と銀札渡せっておじいちゃんに言われてんだから。おじいちゃんってあのじいさんか？ あいつあの化け物から奪い返したのか？そうだ、沙織ちゃんは？もしもし、おお、沙織ちゃん無事だったか。説明して暇ないの。そっちに行くから場所教えなさいよ。え、なんで？金玉と銀玉持ってくのよ。は？さっきからあんたの金玉光りっぱなしだよ。お姉ちゃん、金玉じゃないよ。待たせたな、豪さん。しばらく見ない間にすっかりじじいになったな。そっちは変わらんな。私と組む気になったのだ。はて、何の話だったかな。貴様丸は。はい、どうもシシマルちゃんです。はい、ジョーさん、なんか喋って。何を話せばいいんだ。好きなセックスの体とか。セックス、あー、そうだ、ジョーさん童貞でしたよね。やめろ。でも今時チェリーなんて貴重ですよ。こんなにいいもん持ってるのに。触るなんすか、感じちゃってんじゃないですか。やめていいんすか。何言っていいんすよ、気持ちいいって。気持ちいいよ。やめろ。さま切るぞ。来週はいよいよ最終回、丈之助包茎のため童貞卒業失敗、丈之助包茎手術、丈之助手術失敗の3本でお送りします。そうなのか。この番組はキングレコードスクウェアエニックスの提供でお送りしました。